はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、東京都品川区八潮5丁目というところにやってきております。ここにですね、ちょっと特徴的な道路があるので、今日はそれを紹介したいと思います。こんな感じでですね、デコボコ注意というね、都内ではなかなか珍しい標識が設置されていますね。でこれはですね、どういうことかというと、少し先まで歩いていくとですね、はい、ここですね、ちょっとズームするとわかりますかね。こんな感じで、道路が波打って舗装されているんですね。でこれはどういうことかというとですね、この辺信号のない直線道路なので、車がスピードを出しすぎないように、するためにわざと、波打った道路になっています。それでですね、今奥から車が1台やってきたんですが、このデコボコを車が通ると、はい、こんな感じでね、とっても面白い動きをするんですね。さすがに近くで見るとそんなに、波打ってる感じはわからないですね。なんとこの道、奥に見えるんですけども、路線バスが通るんですね。なので、こうバスが通るとどうなるのかちょっと検証してみたいと思います。はい、都営バスがやってきましたね。さあ、問題のデコボコ道に、バスが差し掛かります。おーおー、やっぱすごいですね。バスが通ると迫力が違いますし、なんかギシギシ言ってましたね。さあ、今度は京急バスがやってきましたね。はい。おー。いや、なんかもうフロントのバンパーが擦りそうな勢いですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。やっぱりね、バスが通ると迫力が違いますね。今回はね、ちょっと時間の関係で、バスに乗車することはできなかったんですけども、今度時間があるときに、実際に乗車して、レポートをしてみたいと思います。はい、ということでですね、今日は品川区八潮にある、デコボコ道の紹介でした。ぜひよろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。ということで本日も見ていただいてありがとうございました。ではまた。